皆さんこんにちるちる。商業 BL レビューサイトちるちる記者のアプリコットと同じく記者のビョリです。今回の企画はこちら、アニメチェリマホ感想を語りたい。わアニメ30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい、通称チェリマホが現在7話まで放送されたということで、はい、はい、いかがですか。アニメ化ずっと待ってたんで本当に毎週楽しみに見てます。あ、そうですよね。あのドラマがすごい話題になっていたと思うんですけれども、今回ついに待望のアニメ化ということで、はい、盛りだくさんの内容でしたね。本当に、はい、それではそんなアニメチェリマホのキュンポイントを語っていきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでまず簡単なあらすじなんですけれども、はい、30歳まで童貞だったことで魔法が使えるようになってしまった足立が、同僚のイケメンの黒沢に興味本位で触れたことによって自分に好意を寄せているっていうことが発覚してっていうドタバタラムコメとなっております。はい、はい、そして足立を演じるのが小林千明さん、黒沢を演じるのが鈴木亮太さんということで、豪華キャストにも注目が集まっていましたね。はい、はい、はい、なんといってもこちら黒沢のモノローグがすごい面白いんですよね。そうですね、心の声、心の声がすげえ可愛い、すげえ好きみたいなところが好意がダダ漏れになっておりまして、尋常じゃない執着を抱える黒沢と、それにちょっと戸惑う魔法使いの足立がどうなっていくのかっていうところが楽しい、はい、はい、アニメとなっております。はい、ということでビョリさんは何かキュンとしたポイントとかってあったりしますか。そうですね、はい、2話の王様ゲームとかすごい私的キュンポイントですね。酔っ払っちゃった同僚にちょっとみたいな。そうなんですよ、はい、命令がなんと黒沢と足立がキスをするといったものでして、はい、そうです、ドキドキしちゃいましたよねそうですね、はい、でもここを起点を聞かせた黒沢がなんと口ではなくおでこにキス、可愛かったですね、そこのシーン、ね、本当に可愛かったです。はい、でファーストキスっていうことでちょっと緊張していた足立なんですけど、でも嫌じゃなかったって言ってるの可愛くないですか。そうですね、はい、あの黒沢は、まあ、男として嫌だよなって言うんですけど、ちゃんと嫌じゃなかったよって否定するところがちょっとあれこれはみたいな好きでは好きではみたいなところがキュンとしましたよね。そうですね、はい、こちらラブコメということでちょっとクスッと笑えるシーンもありましたよね。はい、サウナのシーンです。そうですね、サウナのシーンがすごい私個人的に面白いなって思いました。うんうん、確かに触れたことで心の声が分かるっていう設定なんですけれども、なんか大きすぎる感情は水蒸気で伝染する。そうなんですよねそのうわーっていう某2020動画みたいなその心の声がバーってきているっていう展開がすごい面白かったですね。面白かったです。笑えるシーンでしたね。笑えるシーンでした。その黒沢の伝わってくる感情っていうのがなんか無駄な語彙力の豊富さっていうか、確かにちょっとなんかプニッとしたお腹、白玉のような肌みたいなちょっと変態なんですよね。ちょっと変態チックな文言にちょっと足立がうわーってなっちゃってっていう展開もやっぱラブコメならではで面白かったですね。はい、そう、黒沢の激おもモノローグが声がついてっていうところがアニメならではのキャスト様の演技力に感謝したポイントですね。最高でした。はい、ということでドタバタだったのはやっぱり5話じゃないですかね。確かに5話、はい、ルームシェアが決まって、そうですね、足立と黒沢が一緒に住むことになったのが5話ですよね。そうですね、ひょんなことからルームシェアをすることになってしまってどうしようっていうところなんですけれども、はいはい、今まであの黒沢からの行為にすごく戸惑っていた足立なんですが、はい、だんだん意識し始めちゃうんですよね。そうですね、はい、でもちゃんとこうやって考えてるところも足立の魅力じゃないですか。確かに、なーなーにせずにちゃんと真正面から向き合おうとするところが足立のいいところですよね。そうですよね。ひょんなことから同じ会社の藤崎さんっていう女性社員の方がもしかして足立のこと好きなんじゃないかっていう疑惑が生まれて、はい、そこで足立が自分のことを好きだったら誰でもいいんじゃないかっていうふうに悩んじゃうんですよねでそんなふうに悶々としている中でですよ、黒沢が足立に告白をするっていう、ついにアクション起こしましたね。アクション起こしたけど、でも言い逃げするのがずるくないですか。確かに、はい、返事聞かずに返事聞かずにルームシェアを
していたのに家に戻らず自分の家に帰っちゃう、そこがあーモダモダみたいなポイントでしたよね。やっぱり前半戦でドキドキだったの6話ですよね。確かに、はい、黒沢から思いを告げられて自分はどうしたいんだろうっていうことを思い悩んで、で足立がちょっと勇気を出すところが可愛かったですよね。可愛かったです。あのハグのシーンもすごいキュンキュンしましたね。 あそこの黒沢の理性と欲望が戦ってるあの脳内のシーンもすごいそうですね。あそこはちょっと声が聞こえる足立ならではというか確かに普通に思いが通じたっていうロマンチックさだけではなく声が聞こえちゃうからこそちょっと困惑しちゃうみたいな、はい、ところも可愛かったですね。可愛かったです。本当にちょっと不憫な黒沢の一方的片思いかなって思っていたんですけれども、うん、ちゃんと答える足立っていうところがすごいキュンキュンする6話でございました、はい、やっぱりメインはあの足立と黒沢の やり取りがなんですけれども、うんうん、はい、2人を取り巻く登場人物たちも魅力的じゃないですか。そうですね、はい、足立の親友の柘植と柘植の自宅によく宅配便を届けに来る綿谷くんのこのカップも素敵ですよね。ここも目離せないですよね、はい、まさかの魔法使いがもう一人いるっていう、はい、まあ俺も童貞なんだがそうなんですよねそこがちょっと衝撃的だったポイントかなと思うんですけれども、はい、ツンツンしてるように見えた綿谷くんの心に触れたことで可愛い部分を知ってしまってどん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 っていうところがあそこはちょっと進みがゆっくりしていてまだまだ目が離せないというかそうですね、こっからどうなっちゃうんだろうなっていうところが原作が分かっていってもちょっとドキドキするポイントかなって思います、はい、そしてなんといっても我々の代弁者がいらっしゃいますね。藤崎さんですね、はいはい、一時期は足立のことが好きなんじゃないかっていう疑惑があった藤崎さんなんですが、うんうん、好きなのは足立ではなく足立と黒沢のカップリングっていうザ・腐女子生粋の腐女子ですよ ね。もう我々を見ているかのようでしたね。本当に、はい、なんか会社に推しカップがいるってすごい羨ましくないですか。羨ましいですね本当に、はい、2人を取り巻く人物たちの動きにも注目しながら今後の展開がどうなっていくのか楽しみですね。はい、はいはい、ということで全12話のうち6話まで語ってきましたがいかがでしたか。はい、もう前半なのを忘れちゃうぐらい内容盛りだくさんで。そうでしたね。これからまだまだ供給があるのかと思う。そうですね、本当に楽しみでしょうがないです。はい、まだまだ後半戦で思いが通じ合った2人がどうなっていくのかっていうところにも注目して見ていきたいですね。はい、その他にもエンディングテーマがなんとこちらメインキャストの小林明さんと鈴木亮太さんが歌っていらっしゃるっていうことで、うんうんうん、あちらももうチェリマホワールド全開で。確かにチェリマホらしい曲ですよね。ですよね、可愛くてキュンキュンする、はい、そちらも YouTube の方で公開されてますので、はい、いやもう皆さんチェックしてみてください。見てください。はい、ということでアニメチェリマホは毎週水曜日に放送されているんですが各種配信サービスでも見ることができますので後半戦に向けてまだ追いつけていないよって方もぜひぜひチェックしてみてください。まだまだ追いつけますからね。そうですね、まだまだ一緒に黒沢と足立の恋路を見守っていきましょう。はいはい、ということでアニメの感想はチルチル内の記事でも紹介させていただいておりますので気になった方は概要欄のリンクからぜひぜひチェックお願いいたします。はいはい、ということでアニメチェリー魔法これからも楽しんでいきましょう。それではバイチルー。